そのままカバーの体勢、チャンス、八つが出ました。カウントワンであります。いやスミス、竹内さん、これはもうハンセンですとかドディですとかできますね。本当ですね、一騎打ちみたいですね。スーパーヘビー級になってきましたね、本当ですね。さあ今度はタイガーマスク、こちらは飛べるヘビー級、飛べるヘビー級タイガーマスク、今日はいかんなく空中戦も見せております。今10分が経過。さあ淵正信を捉えるかタイガーマスク。さあ淵はヤストタッチしました。タイガーマスクとヤスという戦い模様であります。ヤスのヘッドバットが飛んでいく、円錐が飛んでいく。タイガーマスク打たれております。タイガーマスク打たれております。さあ今度はどうか、ショルダースルー、八津吉明であります。共に形は違いますが打倒天竜を目指しております。タイガーマスク、八津吉明、バックドロップからエビに固める、おお、聞き分けのない右足といいますか、膝が出ましたね。タイガーもこれあれですね、がむしゃらでいいですね、いい形になってきましたね、本当にスマートでかっこいい科学的レスリングをするタイガーマスクなんですが、ああいう面をもっと出してほしい。さあ今度はスピンキック、これはかっこよく決まった、ズバッと決まりました、タイガーマスク。さあ今度はダイナマイトキッドを呼んでまいりました。さあ右でのパンチ、右でのパンチであります。高橋さん、あのカンナムのクロファット、それからこのブリティッシュブルドッグのキッド、ファンタスティックのロジャースと、このいいチームにはいい先輩役がいるんですよね。必ずいますね。そうなんですね。さあ出ますか、出るか、高速なプレーパスだ、これがいる、あるからキッドが好きだ、これがあるからキッドが好き。そして2位、忘れちゃいけないヘッドバットはいつ出すか。さあ今度はカバーの体勢、失礼、タッチの体勢からタッチを行いました。スミスが出てまいりました。さあスミスの怪力殺法が第2弾第3弾が出るか。ブレンバスターです、腰を低くします。やつは重い、いやーどうか、いやーと逃げましたね。対空時間をこれほどつける、やっぱりスミスも好きだ。そのままカバーの体勢、ものすごい音がしました。八津吉明120キロブレンバスター、しかし鶴田がカットであります。ここまでのペース、武井さんどうですか。これはですね、やっぱりブリティッシュプラスタイガーがですね、完全に主導権を握ってますね。そうですか、タッグではこのところ負けなしであります。キッドスミス、しかし悪びれず八津もエルボーでいく。さあスミスがちょっとフラフラか。